ディエゴ・サンティアゴ・ファグンです。ペペは、ウルグアイ・モンテビデオ兼モンテビデオ出身、アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、レミンスター育ちのサッカー選手。メジャーリーグサッカー、オースティン FC 所属。ポジションは MF。1995年に、ウルグアイの首都モンテビデオで生まれ、4歳の時に家族と共に渡米し、マサチューセッツ州レミンスターに移住。 地元のユースクラブを経て2009年にニューイングランドレボリューションのユースチームに入団。ユースリーグなどで活躍し、2010年11月には15歳でプロ契約を締結。2011年シーズンより高校生ながら正式にトップチームに昇格。4月26日の US オープンカップの DC ユナイテッド戦で16歳でプロデビュー。 8月6日のチーバス USA 戦でプロ初ゴールを決めた。2013年シーズンより先発に定着し、同年シーズンは33試合13ゴールを記録。以降もチーム生抜き選手として活躍し、2017年シーズンにはリーグの最優秀 MF 賞を受賞。2018年10月28日のモントリオールインパクト戦で、 MLS 史上最年少50ゴールを達成した。さらに2020年3月7日のシカゴファイアー FC 戦では、それまでのチーム記録だった j ヒー a スの243試合出場を破るチーム新記録の通算244試合出場を達成した。2021年1月5日、オースティン FC に加入することが発表された。 2012年から U-20 のウルグアイ代表に招集され、2019FIFAU-20 ワールドカップの代表候補にも上がっていたものの落選。ちなみに U-20 代表の方は同大会で準優勝を果たした。2015年に南米ユース選手権に出場。しかし、それ以降はフル代表にも招集されていないことからアメリカ国内では パグンデスのアメリカ代表入りを熱望する意見が上がっているとも言われている。ありがとうございます。